そして1番の児玉、人気の中心5番手からスタートで7番の留めがこの1番児玉の後ろを取りました。そして外に浮いた3番の吉川が位置が取れずの7番手です。道中日野と吉川の位置が決まらなかったんですが、4番の日野を迎え入れたのが6番車の那須でした。残りは2周回です。ご覧のように3番の吉川は最後尾を回っています。スタートを取って2番車の小林、そして2番手につけて5番の中野咲です。3番手日野未来先行策があるか、6番の那須がここを迎え入れています。人気の中心はもちろん1番車の児玉で、7番車の留めがいて、しんがりが3番の吉川、ここで鐘が入ります。一本棒動きがありません。3コーナーから4コーナー、3番手で4番の日野が少し前と車間を切って、吉川打ちに行って止めとちょっと絡んでいく。児玉の行為をめぐって3番の吉川、7番車の留めが並んでいるんですけども、ここは7番車の留めが主張をしきりましたが、残り1周回飛び出していった1番車の児玉が先頭です。そして追走が7番車の留め、そして3番手には4番車の日野がいて、この後ろには6番の那須、3番の吉川がちょっと浮くような感じ、苦しくなりましたが、1番後ろから5番の中野も縦に踏んでいくんですが、前が遠い、軽快に飛ばしていくのが1番車の児玉、追走が7番車の留め、あとは3番手4番の日野未来がいて、最後の直線コース、先頭1番の児玉、7番の留めが最後はかわしたか。